今放送中のクインダム2の出演者のラインナップが発表された際、最も注目された出演者はおそらく宇宙少女のボナでしょう。宇宙少女は中国人メンバーのソンソ、ミギ、ソニの3人とドラマ撮影で多忙だったボナは番組に出演できない状況でした。しかしこの事情を知らなかった宇宙少女のファンは、3人の中国人メンバーとボナが番組に出演しないことにショックを受けたそうです。特にボナが出演していた人気ドラマ2521が第16話を最後に終了し、今後ボナもクインダム2に参加するのではと期待するファンもいました。しかし未だボナの出演についての発表はありません。しかし先日、宇宙少女やボナのファンに嬉しいニュースが流れました。ドラマや CM 業界から引っ張りだこのボナは、某メディアとのインタビューで、他のドラマの出演の代わりに本業のアイドル活動に専念するためクインダム2出演を準備していると明かしたそうです。そして体力には自信があるので、立て続けのスケジュールにも問題ないとコメントしたそうです。まだどのタイミングで出演を開始できるかはまだ未定だそうで、すでに進行中の2回目の共演には参加が難しく、おそらく次回の3回目の共演からボナが登場する見込みです。万が一ボナに続き中国人メンバー3人も追加で参戦ができるのであれば、宇宙少女のファン以外のクインダム2の視聴者も熱狂させることになると思います。